いつも大変お世話になっております、楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。今回は、金融データ、マクロ経済データと半導体関連株の先行きと題しましてお話しさせていただきたいと思います。半導体関連、この金利上昇局面の中で見るときに、重要な金融データ、あるいはマクロ経済データと株価、あるいは PR 等の株価の支障ですね。 これを見比べる必要が出てまいりますやはりですねこういうふうな結構難しい相場になってまいりますとやはりその金融関連のデータそれからマクロのデータですねやはり半導体関連というのはやはり成長セクターの中でも最重要の成長セクターということになります最適グロース株の筆頭と申していいだろうと思いますそれだけにですね金利の動きに 株価がかなり左右されるということが、この年初から起きているわけであります。これがこの先行き、どういうふうになっていくのか、これについて考えてみたいと思います。まず、この半導体関連株を見るときに、わせて見ておきたい金融データ、マクロ経済データ、どうなものがあるのかということです。まずやはりアメリカの金利、特に10年物国債と政策金利であります。それから消費者物価の上昇率 そして実質金利。実質金利といいますのは、名目金利低く期待インフレ率ということになります。これが非常に株価を見るときに重要になってまいります。そして今、エネルギー価格の上昇が問題になっているわけですから、やはり原油市を天然ガス市をこれも見とく必要があるということです。あと、半導体の関連データとしては、即死数の動き、そして世界半導体出荷金額、 それから半導体製造装置協会から出ている日本の半導体製造装置メーカーの販売高ですね、あとメモリ市況、あと個別企業データで一番重要なのが TSMC の月次売上高であろうかと思います。ここでですね、金利が上がるとなぜ株価が下がるのかというお話をちょっとしておきます。非常に単純で初歩的な話なんですけども、 株価の理論式で配当馬力モデルというのがあります。これ一番商標的で簡単なモデルであります。P というのは現在価値イコール株価であります。D が一定の将来の配当額であります。このモデルでは、配当額が毎年毎年ずっと同じであると、未来にわたって同じであるというふうに仮定します。R が投資家がその株式に対して要求する期待収益率と。 こういういこことになりますでこの R も一定だということになりますで。この R は金利とリスクプレミアムに分解されます。金利というのは市中金利です。リスクプレミアムというのは株式を買う場合にはやっぱりリスクはあるということです。事業がうまくいかなくなって現役になるリスク。現役になればやはり減配ということもあります。あるいは倒産ということもあります。そういうふうなリスクを、リスク分をですね、金利に上乗せした分 が期待収益率で、あるということになりますでこの1期目、そして2年後、3年後、4年後と、無限の未来にわたって配当が出てくるということになりますと、それをですね、今の価値に割り引かないといけません。それが株価ということになるんですが、そうなりますと、1年目、2年目、3年目のこの配当を1、1プラス R。 2年目は1プラス R の2乗、3年目は1プラス R の3乗で割るということになります。割ってすべての相ね合計値を出すと。これが株価になるということです。計算式でまとめますと、この P イコール D 割る R ということになるわけであります。要するに株価というのは、この一定の将来の配当額が出るモデルで、かつ期待収益率が同じであると。 とういうことになりますと、株価というのは、配当割る投資家の期待収益率であるということになるわけであります。ここで金利が上がるということになりますと、投資家の期待収益率も上がるということになります。これはですねどうして期待収益率が上がるのかということになるわけなんですが、要するに金利が上がれば、例えば預金とか債券にお金を預けても良くなるわけであります。ゼロ金利のの時は株式の方が良かった でも金利がある程度上がってきますと、金利物ですね、債券ならちゃんと金利が毎年払ってくれるということになりますし、株価のように大きな値動きがない、まあ、上がるのはちょっとですけども、下がることもないということになるわけなんで、金利物の,の方に行くお金も増えるわけであります。そうすると、そういうふうな投資家さんというのは株を売るということになるわけなんで、まあ、そういうふうになると、ですねやはり金利が上がると、 ということになりますとやはり株価が下がってしまうと同じ配当であれば株価が下がるということになるわけでありますこの配当の予想をほとんどイコールで利益予想とするのであれば利益予想が同じならば金利が上昇すると株価が下がると,ということになるわけですこれ非常に単純なんですがマーケットの上で常に言えることになるわけであります ただ、金利が上昇するから、じゃあ、無限に株価が下がるかというと、そういうわけではありません。金利上昇局面では、配当ほとんどイコールで利益の伸びが一体どの程度になるのか、そして金利がどの程度まで上昇するのか、ここがポイントになります。利益の見通しが依然として明るい、利益成長がちゃんと期待できるんだということで、その会社はやはり業績は有望であると。 いいというふうになる、そういう状況で金利上昇が打ち止めになりそうだということになりますと、その時点でその株価には金利上昇というのが織り込まれるということになります。そうなりますと、株価の下落が止まって、再び成長に見合った上昇に入っていくということになるわけであります。こ、まあ、こういういののののがですすね年年初からアメリカの場合銘柄にももよりますけども昨年の 秋から年末にかけてですね株価が金利の上昇期待によって下落が始まったということでありますこれがいつの時点で終わってくるのかとういうことが一つのポイントになってくると とういうことであります、まあ、後ほど申しますけども、個別企業で見ますと、半導体デバイス、あるいは半導体製造装置の中でも、大手で成長力の高い会社につきましては、そろそろ買っていっていい、まあ、時間分散は必要だと思いますけども、買っていっていい状況になりつつあるんではないかなというふうに考えるわけであります。 で最近の金利上昇性を見てみますと5月の3日4日にアメリカの FRB で FOMC 連邦公開市場委員会が開催されましたそこでえ政策金利の0.5%引き上げえこれが決定されたわけであります普通はですね、0.25%を上下させるわけなんですが今回は0.5%の引き上げになりましたまた QT といいまして FRB がこの定理金利局面を作り出すために買い集めた 保有資産ですね主に米国債でありますけれども、これの圧縮を進めるということ、要するに、もうこれ以上は保有資産を増やさない、逆に売っていくということ、これを進めるということが発表されたわけであります。そして FRB の会見によりますと、6月、7月の FOMC でも0.5%の利上げをするということ、これが利上げをするといいますか、まあ、利上げの議論があると。 こういうふうに言うわけですけども、つまりところこのままいけば0.5％引き上げするだろうということになりそうだわけであります。ただ一方でですね、この6月従来は市場参加者は0.75％がひょっとしてあるのではないかというふうに考えてきたわけなんですが、f r b の議長はこれについてはそうではどうもないんだということを言っているわけでありまして、ここが実はちょっと問題になってきているわけであります。 と言いますのはアメリカの2022年4月の消費者物価指数が前年比8.3%増でありました3月の8.5%増からやや低下はしているんですが依然として高いということであります市場参加者の考え方としてですねこの6月0.75%の利上げこれはやはり嫌だなと皆さん思ってたわけなんですが 逆に、ですね、この5月の FOMC の後を出てきた考え方は、0.5%の利上げを6月、7月やるのでは足りないんではないか、むしろ0.75をやった方がいいんではないか、結局、一番怖いのはインフレが収まらずに、どんどんインフレが進行してしまうことではないかと、まあ、そういうふうな見方が出てきて、株価が下がってしまったということであります。でこれについては、ですねまだ今後、ちょっと時間を置いて見る必要はあります。 これはもう6月、7月 FMC ありますし、それから消費者物価の発表もあるわけであります。で長期にどうなったかといいますと、まず利上げ決定後、ですねこの5月3日、4日の FMC の後上昇しました一時期3%台に乗せたわけなんですが、その後は低下しております。 それから実質金利、名目金利に引く期待インフレ率なんですが、これが上昇しているということです。あるいはマイナス幅が 縮小し始めているということでありますのでこのあたりはですね要するに経済の正常化金利の正常化に向けた動きこれが始まっているというふうに見てよろしいかなと思いますただ一方でアメリカで景気懸念が出ているということです一つにはやはり物価が上がってしまったということでそれに連動してすぐに賃金が上がるわけではないと ということでありまして、やはり所得水準の中くらいから下の方の人たちの実質的な購買力が低下しているということです。そういたしますと、やはりこれは景気の後退懸念というふうになるわけでありまして、まあ、これがです、ね、今後どういうふうになっていくのかが、1つ株価を占う上での焦点になってくるかだと思います。 データをちょっと見てみたいんですが、アメリカの政策金利の動きはこれでありまして、5月には0.5%利上げして1、1%になったということであります。6月、7月、0.5%ずつやるとすればです、ね、7月には2%になるということでありますので、チャートを見ていただく限りは、最近でも結構高い水準までなるということであります。 アメリカの10年国債利回りなんですが、一時期3%台に達したんですけれども、そこから少しまた軟化しました、ただ最近はですねまた上限運動をやっておりますので、どっちになるのかというと、まだ上がるんではないかなというふうに考えた方がいいのかもしれないということであります。それから消費者物価指数の前年比なんですけれども、4月が8.3%ということで、やや低下しております。 でこのままです、ね、消費者物価指数の伸び率が鈍化していくんではないかという見方が確かに株式市場では出ております。ですので、今後のです、ね、消費者物価指数の動き、これに十分注意を払う必要があろうかと思います。でこれがです、ね、結局、FRB の利上げの姿勢にも反映されますし、それから株価の動きにも重要なポイントになってくるということであります。 でこの名目金利と消費者物価指数の前年比、そこから実質金利を見てみたわけなんですが、これ、あくまでも官米法を使っております、実質金利を算出するときに、アメリカ10年物国債の利回り、これを名目金利として、消費者物価指数の前年比、その当月の消費者物価指数の前年比、これを期待ウイルとあくまで仮定しておいているわけであります。 え正確にやろうとするとですね、物価連動国債から導き出されたブレイクインフレーションレートというのがアメリカで公開されております。でそこから導き出しますと、今、地質金利がちょうど0%を上回って、 来るようなところになってくるんですがこの関連法令によりますと、まだ実質金利のマイナス幅はかなり高いんですが、一応ピークアウトはしてあるのかなということでありますので、やはりですねこのまま実質金利のマイナス幅が縮小していくということになりますと、マイナス金利で株高だった時代というのは、 やはりも過去のものになっていくと、これからやはり金利上昇局面で株価はどう考えるのかということをやはり考えていかないといけないということになろうかと思います。ただ、重要なポイントとしてやはり物価の問題があるんですが、ニューヨークの現油先物を見てみますと、1バレル100ドル超えてはいるんですが、そこから先に急速に上っていくという感じでもないということです。 で天然ガスについてはやはり高くなってきているということですので、まあ、これについてはです、ね、えー、引き続きこういう資源価格、十分注意する必要があろうかなと思います。施行して、このフィラデルフィア半導体指数、即指数でありますが、あどういう動きかといいますと、即打ちしたのか、していないのか、まだちょっと微妙なところであります。えー果実この というところをつけた後を3000トンで66.50ポイントまで戻したわけなんですが、また最近は下落しているということであります。で、まだです、ね、この測数そのものが即落ちしたのかどうかは、ちょっと慎重に考える必要があります。少しウェイトいいまますすかか見ておく必要があろうかと思いますただ 後ほど申しますけども、個別企業の特に大手デバイスメーカー、それから大手半導体製造装置メーカーのバリューションを見ますと、株価の業績と PR ですね、これを見比べてみますと、かなり割安になってきているということですので、即死数の底打ちを待つまでもなく投資する、これも考えていいんではないかなと思います。でアメリカの FOMC の開催スケジュール、ここに出しておきますが、来月は6月14日、15日。 そして今回はその前にアメリカ消費者物価指数の発表があります。で5月はですね FOMC の後に消費者物価指数の発表がありました。で7月も7月26、27日に FOMC の開催が決まっておりまして、その前の7月13日に6月分のアメリカの CPI ですね、消費者物価指数、これが発表になるわけであります。でその後は8月は月 FOMC はありませんのでその後の FOMC は9月20日と21日になりますそういたしますとこの5、6、7の FOMC 等その間出てくるアメリカ消費者物価指数の数字というものが株式市場にとって極めて重要なものになってくるということであります で個別の半導体関連のデータをちょっと見てみたいんですが、これが3か月移動平均で出した世界半導体出荷金額であります。これ、3月まででありますが、ちょっと頭打ちみたいなチャートの形にはなっているんですけども、引き続きかなり高い水準で動いているということです。 えー、センター半導体の状況を見る場合はこの TSMC の月次売上高の動きを見るのが一番いいだろうと思います依然として好調であります4月これが前年比で55.0%増でありましたこの単月の数字としてはですね、過去最高を更新しているということであります 上海のです、ね、物流の問題とか、新型コロナの問題がありますけども、この1年、2年の間、大型の設備投資を続けておりますので、それによる生産能力の増強効果、これが確かに出てきていると申し上げていいだろうと思います。でこの生産能力の増強がです、ね、AMD や NVIDIA のような大手半導体デバイスメーカー、これの業績に直結するというのが流れであります。 DRAM のスポット機器については特にパッとはいたしません、今、下落基調になっております。ただ、これはですねこの金利上昇局面が終わって、また世の中が落ち着いてくるということになりますと、半導体の需要そのものが今のとこ非常に強いものがありますので、また上向きに転じることになるのではないかなと考えております。 でスポットではなくてです、ね、大口価格、これは底売の状況が続いているということであります。それから、何度かフラッシュメモリー、これも底売ということになっております。DRAM も何度も高性能 CPU の出荷が増えれば増えるほど、まず容量が大きい、そして高速に動く DRAM が必要になる。そして、ストレージですね、これもハードディスクから SSD への転換が起きていると。 ということでありますの,の DRAM を何度も実需は今、非常に好調でありますので、まあ、そこがいつかの時点でですねこの市況の上昇に跳ね返ってくる、そういう可能性はあろうかと思います。製造装置の方を見てみますと、日本製の半導体製造装置の販売高、これ3回水道平均でありますが、1月以降、ですね今年に入ってからも大変好調になっていると。 3月前年比で増で増ありましたアメリカが今年の1月分から発表しなくなりましたので、アメリカとの比較はできないんですが、日系の半導体製造装置メーカーのファンダメンタルズはやはりいいと考えてよろしいかなと思います。グラフになりますと、こういうふうな形になりまして、やはり右肩上がりのグラフになるということです。 で個別の企業、ですね大手企業の動きがどういうものなのかということを見ていきたいのですが、まず半導体デバイスメーカー、インテルの一3が期売上が1年前に比べて6.7%減ってありました、これですね、1年前はメモリー部門があったわけです、このメモリー部門を売却したわけなんですけれども、それを外してみますと、ですね1%強の増収ということになります。 相変わらず増収率が非常に低いといとうことですこれはやはりです、ね、まだこの7ナノのライン構築を今やっているわけなんですが、これが稼働を使開始するのが23年、おそらく23年の後半になろうかと思います。そういたしますと、今、古い10ナノラインで創業するしかないということでありまして、まず値段の高いサーバー用の CPU に10ナノのラインを主に当てはめていると。パソコン向けはオルスになってしまっていると。 ということなんで、まあ、トータルで見ますと、非常に低い売り上げの伸びになっているということであります。で一方、AMD なんですが、この1、3月の売り上げ高、これ、買収が完了したロジック半導体メーカーのザリニックス、これを含んでおります。これを含まなかったらです、ね、50数パーセント増ということですで。一番右側を見ていただきますと、TSMC の HPC。 ハイパフォーマンスコンピューティングといいます、高性能パソコン、高性能サーバー、そしてゲーム機、これ向きの半導体のカテゴリーでありますが、この HPC 売り上げ高の同位ベースの金額が前年比で59%増ということであります。AMD も NVIDIA もですね TSMC に最先端品の半導体を発注しております。委託、生産してもらっておりますので。 TSMC の能力がまさにこの AMD と NVIDIA の業績を決めていると決めてしまっているということであります。NVIDIA につきましてはです、ね、5月の25日に決算発表がありますので、ここの部分要注目ということになろうかと思います。また設備投資なんですが、TSMC、インテル、そしてサムスン この大手三社の設備投資であります。各社、TSMC、インテルともですね、第1四半期で発表になった設備投資の金額、年間の設備投資計画なんですが、特に年初から並行はありません。たただだ見ていただきますと DSMC が 今、400から440億ドルということでありまして、日本円換算で5兆円ということになります。サムスン、これ、年間の計画は公表はしていないんですが、だいたい5兆円規模の投資をやるということになります。それに対して、インテルの約3兆円規模の投資、いかにも少ないということなんで、やはりここら辺からですね、インテルは大丈夫なのかというふうな見方は、まあ、出てきても仕方がないのかなと。 いうふうふに考えるわけでありますでここで、ですね個別銘柄2銘柄取り上げて、業績がどうなっているのか、そしてバリエーション、株価のバリエーションですね、まあ、普通 PR を使うわけですが、これがどうなっているのか、ちょっと見てみたいと思います。AMD であります。これ、ザリンクス買収後の業績予想であります。会社予想の売り上げ高が前年比60%増で。私の予想だともうちょ、もう少し。 上乗せがああるでではなないいかなととうことでありますで私の予想ですと、売上高が267億ドル、前年比で62.5%増、営業利益が69億ドル、前年比で89.1%増ということになります。来期の2023年12月期ですが、これもやはり高い率の増収増益が期待できるだろうと。 というこういとでありますもちろん、ですねその個人向けの PC については、景気後退がもしあるんであれば、その景気後退の影響はどうしても受けてしまうと思います。ただ、ここの場合、今、個人向けよりもですね法人向け、あるいはクラウドサービス向けのサーバー用 CPU、GPU、これが大変好調でありますので、かなりそこで補えるだろうと思います。 でそういうことも考え合わせて見てみますと、今の PR26 倍ということになります。今期ベースで26倍。これはやはり安いんではないかなというふうに考えるわけであります。まあ、こういうふうな成長株がです、ね、割安株になってしまっているということであります。で日本の銘柄で見てみたときにどういうふうになるか、これ、レーザーテックであります。 言うまでもなく EUV 用のホルバックス血管検査装置ではトップ企業と。 ということになりますで受注が今、かなり膨らんでおります。2022年6月期については、ですねこの EUV 用の最新鋭のトトマス血管検査装置、これが初期ロットでありますので、まだ納入台数も少なく、かつ生産性が悪いということで、業績としては大変パッとしないものになっております。ところが、ですね受注だけは非常に活発でありまして、 この6月末、ここ6月決算でありますが、この6月末の予想受注残高が約3300億円ということになります。でこの3300億円の多くが22年6月期、そして再来期23年6月期に計上される、売上計上されるということになります。で、採算はこの最新鋭のフォトマスク血管検査装置の採算は上がると。 いうのが会社の言い方でありまして、もし上がるんであれば、ですね来期500億円規模の営業利益になってもおかしくないということです。で今期の会社予想が売り上げ高が830億円、営業利益が270億円ということなんですが、この830億の会社に対して、ですね今期末の受注算が330億であるということでありますので、まあ、この受注算は生産確定。 そして納入するのが確定ということになったのが受順算でありますので、このままいけばです、ね、23年6月期、期そして24年6月期、期大幅増収増益というふうになっているのではないかなと思います。 ところがですね、PR の絶対数そのものが高いんですが、この大きな増益率を織り込んでいっているのかということなんですが、2023年の6月期、営業利益85%増というのが私の見立てであります。それに対して、今の株価が40倍程度ということであります。これはです、ね、やはり業績の変化と株価のバリエーション、PR を見比べてみますと、結構安い状態になってきたんではないかなと。 いうことであります要するに、ですねその即指数そのものは、まだ底打ちなのかどうなのか、よく分からない状態ではあるんですが、ひょっとしたら即打ちかもしれません、ただ、ですね AMD とかレーザーテックのようなデバイスの大手、製造装置の大手ということになってまいりますと、株価的にはかなり今回の金利上昇局面を織り込んでいったんではないかなというふうに考えるであります。 で一方で、アメリカの景気減速懸念にも注意する必要があります。ということで、銘柄はやはり選んでいく必要があろうかと思うんですが、あ半導体デバイスメーカーや半導体製造装置メーカー、これがやはり業績変化率に対して PR が割りやすになっているということ、これはやはり覚えておきたいことだと考えております。まあ、そういう意味から言いますと、ですね業績の中身をしっかり見てということになるんですが、大手デバイスメーカー、 そして大手半導体製造装置メーカーの中で再投資を考えてみたいと。まあ、時間分散できるんだったらやった方がいいだろうと思いますが、時間分散に気をつけつつ再投資を考えてみたいというのが私の意見でございます。今回はですね、金融データ、そしてマクロ経済データと半導体関連株をどう見るかと。 いうことを組み合わせてお話をさせていただきましたこの金融データはです、ね、また相場を動かすようなことになりましたら適宜ご報告したいと考えておりますこの動画ご評価いただけるようでしたらいいねそして登録をお願いできると幸いでございますご静聴ありがとうございました